道に入る前は、要するにお前の前生で、前生はいろいろたくさん悪いことをした。しかし本所道に入って以来は殺生したことがないというのは、これが本当なんだ。だから行ってそう言ってやれ。それで大楠はまた散歩のところへ来て、私は生まれて以来殺生したことがない、もしこのことが本当ならばあなたは安産するであろうとこう言ったわけだ。こうしたらこの妊婦はポコンと生まれちゃう、安産しちゃったって言った。 それでまあそれが大楠教のね話なんですよ。これがね、私も、この お経を読んで、初めの頃そうこれまあ、物語だなと思って聞いてたの、読んでた。しかしながら この頃はそうでないね、これが本当だってこと。というのはこれこそね、宗教として一番大切なところが書いてあるね。いや本当の意味の宗教っていうのね、いやその金儲けする、信心して金儲けするって、そんな宗教の話じゃないですね。本当の意味の純粋宗教の話としてはこの道理があるんだ。それなればこそね、例えばたくさんの火付け強盗、殺人、まああらゆる罪を犯して殺人犯として、また火付け悪いことしたって言って、その死刑を宣告された死刑囚でも、牢屋でもって本当に宗教の話を聞いて、何も仏教には限らない、キリスト教でもね、何でもそういう本当の意味の宗教の話を聞いて、そして本当に救われるっていう人がいるのはね、この純粋宗教の領域です。で今仏教で、いや今のこれだ、道に入って以来罪を犯したことはない、これ本当なんです。でこれはもう本当の宗教の正義だと思う、私は思うんだね。これ私は罪を犯したことはないって、これはね、例えば田中さんや小野さんが、私は存じません、記憶にありませんというのとはちょっとわけが違うねこのそうじゃない、宗教の話だ、全く次元が違う、そういうのとは。要するに生命の実物に立ち返った時、これあらゆる罪障は消えるんだ。でそれはね、例えば俺座禅してる、今座禅、我々の座禅というのはただじっと座ってる、そうするとじっと座ってると座ってて何も考えないかと、そうじゃないもんね、いろいろなことを考え出すよ。これは私がいつも座禅をその図解したやつは私には初めてだけど、 ZZ の線っていうのね、ZZ の線でこれ座禅っていうのを、このじっと座るっていう座禅は考え事じゃないの、事実ね。だから居眠りでもないんだ。ところはそれじゃ考え事じゃない、居眠りじゃない、 ZZ の線になりきってるかっていうと、そうじゃないね。今我々座禅してる限りふっとこう思いが浮かぶじゃない。そしてこれね、すぐ帰りゃいいんだ、帰りゃいいんだけれど、
またふっとこう思いが浮かぶ。これがまたちょっとこうだんだんこう大きくなって、こういう大きなそのものにうっかりしてると思いを追っちゃって続くじゃない。そしてこれあのまあ若い我々雲水だとこのこれ美人ですよこの非常にその彼女の顔をそのマダムだと思い浮かべてることあるもの。いや皆さんはそうじゃないかもしれないけど、私みたいな若い人間はね本当マダムだと思い浮かべて、そして彼女と手に行っちゃったりなんかして、あこう言ったらこう言ってやろう、でこう言ったらの隙を見てこの手に行って、でこう抱いてやってなんて、こう そこまで考えるね。ところがこれをあこれはしまった、今座禅中これで座相を正して、そしてピンと座禅に戻るね。これを覚足っていうけど、こうそうするとこの時にね、今まだまだといわばテレビでも見てるみたいに、まだまだと自分の目の前にあったものがふっと消える。ここが不思議なんだ。ふっと消えて前は壁だけ。これね、我々のその思いなんていうのはそんなもんだ。ほんと真っさらな自己の生命、座禅に帰る。で普通座禅っていうとこの ZZ の線になりきることだとこう思ってんだね。そんなものはなりきりゃしないですよ。我々のこう生理的肉体で持ち、あとは心理的頭を持ってるという限りはね、これいろいろなその思いが浮かぶのがね当然なんで、それでどうせ浮かびます。しかしながら座禅の実物に帰った時、ふっとそこで消えて、そして前は壁だけっていうのが、これがはっきりしてるから座禅がいいとこです。これだけをね、座禅っていうのはそれだけをやってんの。でこれまたふっとこう居眠りが出てくるじゃない。居眠りが出てきたらまたふっと帰る、覚める。そしてただそれだけをやってることだね。そうするとね、これがね、座禅をそういう座禅をできるだけ一生懸命やることだ。何しろそうするとそういう座禅から今度その見直してみると、何ああこういうことね、俺の頭の思いってやつは結局頭の分泌物だなってことだけがよく分かるな。その分泌物です。いや思いってのは物っていうのはおかしいっていう人は、じゃあ分泌したエネルギーって言ってもいいわとにかくエネルギーには違いだ。それ分エネルギーは分泌されたものっていう意味で分泌物だ。要するにね、一切我々の思いっていうのは分泌物です。この分泌物っていうのはね、あの排泄物とは違うね。排泄物っていうのはもうしょんべんなみたいなものは排泄したんだ。しかしね、分泌物っていうのはね大切なんだね。これまあ唾液でも大切だろうし、胃液でも大切だろうし、ホルモンでも大切だろうし、これ生命として大切なんだ。生命に役立つために分泌されるんだからね。それと同じように我々の思いもね、生命として働くっていう点で働いている限りは大切なもんです。ところがそれが分泌方というとね、これはまた生命傷つける。その辺がだからいつも生命っていう根本から分泌物は見ていなくちゃ。いや胃酸でもこれ 大切なんだ。胃酸欠乏症っていうのもこれ
ダメでしょ。だけど遺産過多っていうのはこれもダメだ。で遺産過多になりすぎると、胃潰瘍になったり胃がんになったりするからね。でちょうど分の生命に大切なように分泌してるのが一番いいんだ。今我々の人間の思いもそうです。さっきも言った我々抽象的思いっていうのね、これは、実物からこう分泌した、それを分泌物を取り去った実物だっていう、そうじゃない、そうじゃない、分泌するそれぐるみが生命なんだ。で結局ね、その思いっていうのは決して悪いと思っちゃダメです。それみんな煩悩妄想って言って、思いは悪いもんだ、の憎らしいもんだ、悪いもんだって決め込んでかかるからいけない。いや今本当に思い、人間の思う心が悪いんだったら今自分わけない、あのちょっとこう注射すればあの頭の思い何もなくなるぐらいできると思うね。そしたら悟ったかっていうと、そうじゃない、植物人間になっただけだ。植物人間になったのが 人間の真実であるはずはないんだから。要するには思いは働いていながらそれが生命として働かなきゃならない。でしかしながらその思いは手放した時にパッとこの実物に変えるね。これいつも手放すって言ってこれ頭手放すって言うと落っこちるんだ。これが信心脱落っていうのね。で今我々が罪だっていうの、悪いが悪かったっていう思いもこれ手放すと落っこちる。俺はあんな悪いことした、あんな悪いことしたって言ってね、しっかり握ってちゃダメなんだ。だから人越し三下線と欲すれば探査して実相を思え、取材は僧侶のごとく、あの梅雨は霜や梅雨のように、縁日よく照射すってね、このお天道さんの光が梅雨や霜をこの覗くように、人越し三下線と欲すれば探査してじっと座禅して実相を思え、生命の実物に帰る。おっと多くの罪、取材は僧侶のごとく縁日よく照射す、これはあの観普賢菩薩行道経というのが出てるね。から法華経の方便本にね、ここまでいくと徹底してるね、一生南無仏戒意成仏道、ひとたび南無仏と唱えれば、そうすれば皆すでに仏道を成仏。これね、法華経の方便本に出てますが、これね大乗仏教の極致だと思う。少なくとも南無仏とこう手を合わせて行った時に全てはもうふっと消えて、そして仏道を成仏する。でいやだからあの三下門 の場合でもご存知の方いられるだろうが、画尺所蔵諸悪号海遊無視頓陣地重心食いし所掌一切画根解散下って、それだけでもってその全ての罪は除かれるっていうね、その道理があるんです。一瞬でもってたちまちねふわっとこうあらゆる罪は消える。いやそれをあの 国宝を犯して国宝まで消えて無罪になったってのは、それは横着すぎる。
そうじゃない、国宝で犯したものは国宝で罰せられると、これはしょうがないですよ。しかしながら今度宗教の話として、生命の実物の話としては、あらゆる罪が除かれるという道理がある。だからたとえの死刑囚になった人でも、本当の意味で南無仏って唱えた時には、一切ふっと消える。あるいはこの画百諸道諸悪号怪獣無視頓人知重心苦一諸症一切が今回三芸、それだけでふっと消える。だからね、ところがこの、だから根本的に言って、いわゆる我々煩悩妄想だって憎らしげに嫌なもんだとか思ってるけれど、これ本来の事故として、食いついてるもんじゃないです。本来の事故のもんじゃないんだ、煩悩妄想、あらゆる思いっていうのはね。それで手放しは手放せる、それは一生懸命、ただ我々がしっかりこう握って掴んでるだけなんだ。いわゆるこれ手放せば落っこちる、これ落っこちるっていうのもね、面白いね。これ手放すと落っこちるっていうのはね、これ地球上にね、地球上のでは地球の引力があるから落っこちる。これ何もニュートンが発見する以前からそうなんだ。これその地球の引力が働いているから落っこちるんでしょ。それと同じように我々ね、我々の頭の思いも手放すと落っこちるっていうのはね、これ実物っていうね、引力が働いてるんですよ。みんな実物が引っ張ってんだ我々を。それで我々が思いでいろいろこうわざわざこう取り上げて、そしてしっかり持っていればこそ、俺持ってんだけど手放しは落っこちんだ、実物通り。だからね、無理してね、その、手放したのにまだくっついてるから、こう一生懸命こそぎ落とさなきゃって、そういう自力はいらない、手放しは落っこちる。我々に本当に頭にこうそういう煩悩妄想がこびりついてんだからね、これ一生懸命こうやってこそぎ落とす、これは大変な仕事だ。こそぎ落とさないでいいんだ、ただ手放しは落っこちる、実物通りになる。でみんな自力根性でしっかりこう掴んでるから、またそれでもって疲れるもん、疲れなくていいのね。世の中の重荷を下ろして昼寝かなって、ね、のんびり行けばいいんだよ。そんなに。ところがさっき言った、初めに言った信心脱落の話ね、今の宗門の盆参として、道元禅師の子孫としてっていう限り、しかんただ、ただ座りゃいいって言わなきゃならないのに、それにしてもやっぱり悟らなくちゃいけないんじゃないかっていう話ね。それで道元禅師も信心脱落っていうんで、悟ったればこそとこう思ってる。こういう宗門の盆参、信心脱落っていうのは何か知らないんだ。信心脱落とは何かね、駒澤大学の先生が信心脱落とはこうである、ああであるっていうね、論文書いてるの見たことあったけど、ああなると文献探してるだけの話で、信心脱落とは関係ないね。信心脱落で大切なのは法教義っていうね、そのあれです、道元禅師のお師匠さんの女性禅師、道元禅師がしないって疲れた、その時の話を、あれですね、書かれたのが、法教記って、法教年間に書いたんで、法教記っていう本がありますがね、その
法教期にその如上禅師道長和尚を示して言わ、三千は信心脱落なり、昇降礼拝念仏主参監禁を用いず、士官ただのみなり。これ三千っていうのね、それは信心脱落だ。で、何も昇降したり礼拝したり念仏したり主参監禁したりすることはいらない、何もいらない、ただ座ればいいんだ、これで士官ただのみなりという言われたね。そうするとそれに続いて道元禅師が拝問す、信心脱落とは何ぞや、この信心脱落ってのはどういうことですかってこう聞かれた。そうすると道長和尚を示していわく、信心脱落とは座禅なり、士官ただの時五欲を離れ五害を除く、要するに座禅したら、士官ただしたら、そのこういうふーっと浮かぶあらゆるものがパッと、ね、消える。だからね、この文章が、宗門の坊さんがたちはこの法教記の文章を取り上げて信心脱落とはこれなんだっていうね、はっきりさせないのは私にはどうしてだかわからない。とにかくこうもはっきりね、法教記に書いてあるの。宗門の坊さん、道元禅師も信心脱落したんだって。やっぱり悟り開かなきゃダメだって、そういうふうにみんな言う。それがわからないね。けだし、信心脱落っていう言葉をね、信心脱落っていうと、五感からしてね、なんかごそちょつがいが外れたような五感がある。それでそこも、だから座禅して、一生懸命座禅した挙句に、はっとね、で、蝶つがいが外れて、ガッこういうふうになった。そういう境界を決め込んでる。そうじゃない。信心脱落とは何か、何ぞやって言ったら、信心脱落とは座禅なり。はっきり書いた。座禅する。で、座禅っていうのは今言うように。ただ、まざまざと現れていても、座禅に戻れば、パッと消えちゃって、壁だけっていうね、これですよ。だからね、その悟り開いての字って言って、その悟りっていう言葉の意味もよく考えない。悟りまで宗門の坊さんね、抽象概念化して、悟りって何かその抽象的実在があるもんかと思ってる。要するに悟りを向こう側へ置いちゃうんだ。向こう側へ置いて、それに対してこっち側の俺はまだ悟っていない、迷ってんだと、こういうふうに決め込んでるのね。そしてこの前の俺じゃダメなんだ、なんとか修行してって言ってね、それであっち側の悟り行かなきゃなんないんだって、まずこの自分の座ってる座布団を、これをどけよどけよ、この座布団がその眉の根本だから、どけよどけよって、自分のその上俺が迷いの凡夫だって決め込んでいる、その座布団引っ張ってるようなことだ。なんのね、悟りこないや。それでそうじゃない、信心脱落というのは、ただ座禅に任せて、だから座禅というのはね、これ座禅をするのも億劫ですっていうのは、それじゃダメだ。これ座禅はやっぱりこれ肉体でやればいいんだからね、肉体でやるということは割に簡単だもん、頭の中の出来事じゃないんだ。それでとにかく足組んで、そしてじっと座ってるんです、背骨を伸ばしてって、この座禅の姿勢っていうのは不思議なんだ。そしてこの振ったお前を噛んできたら、これ
どうせね、思いが浮かんだっていう時にはね、浮かんで、浮かぶのは浮かぶに任せてね、しかしそれをこう追っかけていく。そうすると考え事になるから、座禅からもう外れてんの。それをまた座禅、俺今座禅してんだって言うんで、また座禅に戻ることね。そうするとふっと消える。これだけをね、だから座禅に任せてりゃね、座禅という姿勢は毛差し思うのに、その足の方、足組んでるから、足を踏みで背骨をまっすぐにして、そしてその腹をそのカフの上へこうゆったり置いてる気分ですからね。そうすると頭の血がこう下の方に、お腹の方よく、ま、循環するじゃない。そして頭の血が下がると、これ頭の血がこう上がればこそトサカ生きちゃうんだそのトサカをこう、あれニワトリでも面白いね、カッカッしてる時はトサカ真っ赤だもんそれで、ね、その朝起きたてっていうような時は、これ脳貧血起こしてるのかそんなに真っ赤じゃないね。それその頭の血を下げるしわけだから、それに戻るというだけで、骨組みと筋肉で、そして座禅して、それから覚足って言って、こう一生懸命座禅を守ろうと戻ることね。そうするとそのお面はそれで浮かばないことない。それはどうせね、人間生きてるんだから、生きてる頭、頭はさっき言ったように分泌物だ。分泌する、思いを分泌する能力があるんだからね。だから分泌してきますよ。しかし分泌物は分泌物。手放し。それで手放しで行くと、その思いそれぐるみ、その生命の実物だもん、結局は。で、このまっさらな生命、の実物をまっすぐ行じただけは行じたんだ。で、これをね、首相一のこういう。つまりね、今まあ発心中、発心首相修行菩提涅槃という言葉が出てくる。次にね、この未だ発心。その少し飛んだところに、しかあればすなわち即身是仏とは発心修行五大涅槃の諸仏なり、いまだ発心修行五大涅槃せざるは即身是仏にあらず、とこうあるけれど、この発心というのはね、まっさらな自己の実物に変えることを発心というのね、頭手放しして生命の実物に変えることを発心と、これ定義だ。それから修行の定義は、修行とはそういう発心を千万発することだ。これ今座禅の時、とにかく頭いろいろこうふうふうとこういつも浮かぶんだから、その度ごとにこう変えるんだから、発心の千万発ですよ今座禅というのはね。発心の千万発することをね、修行っていう。こうしてね、菩提、悟りとはこのこういう修行が悟りだと悟るんだ。修行が悟りだ、修行して悟るんじゃない、修行が、この修行をしてすることが悟りだと。それで首相一如って、そして涅槃というのはそういう悟りに本当に落ち着くことだ。なんかこれ以上なんか特別な悟りがあるんじゃなかろうかって、ふん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 ね、犬がゴミためこう回転回るように、みんなね座禅しながら、座禅しながらやってんじゃ、これは本当の座禅にならないんだ。
そうじゃない、本当にこの修行が悟りなんだと、こうそこへ落ち着くことだ。それで本当にその落ちでも生きてる限りはいつでもこうやっぱりこういろいろあの頭に思いが浮かんできて落ち着けないところがある。それで死んだ時に本当に落ち着くからね。これがこの一応その生きてる間に落ち着くことを右涅槃、まだ余りがあるから余りのある涅槃、それに対して今度は本当に死んじゃったら余りがないそれで無用涅槃、こうまあ仏教じゃ言う。で結局ね、発心修行菩提涅槃、今あのこの即身是仏の間際で一番大切なところはこれです。正殿しきたれる心というのは一心一切法、一切法一心なり、そこから引き続いて結局その叱れば、すなわち即身是仏とは発心修行菩提涅槃の諸仏なりと、これが大切、これだけが言いたいために即身是仏の巻を道元禅に書かれている。いや、私がそのまた例によってこの死じゃ死っていうけれどね、私のはねいわばあのお経でも忍説芸根っていうけどね、あの芸を持って解くっていうのと同じだ。その一つの話のまとめとしてで、まあちょっと死みたいな形に言う方がその、死に通りゃしないかっていう。で発心の歌っていうのね、あれしたんです。実物に思いをかぶせ抜け殻の思いばかりを追っている、今ここ命の実物の呼ぶ声のまま思いにてする作りごと手放して、今を素直に見直せばたちまち思いそれぐるみ、まっさらな自己生命の実物地盤に立ち返る、広い大空さまざまに雲こらいしてそれぐるみそのまま大空であるように。の要するにね、大空っていうのは雲を取り除いて初めて大空じゃないんだ、もう雲ぐるみだからね、思いそれぐるみ、おい、伊波深淵って言うけど、伊波深淵って言ってもそれ手伝うからこれぴょんぴょん飛び跳ねるね。この思いそれぐるみ手放し、この手放しのこれ発心だ。それを発心の千万発って、これ千万発って誰が、私が考えたんだけどの、素晴らしい言葉だねそのいやあの聖宝現像のね、法華天目家の巻にね、一番最後のところにこう書いた、ただ諸仏を剃るなお工事なり。これ諸仏っていうのはさっき言ったようにひげは主ですね、仏っていうのは頭の髪の毛、このこうつるんとこう吸っちゃうんですよ。盆さん、盆さんを俺は坊主だなって言うんで一生懸命こう剃っちゃう。ただ諸仏を剃るなお工事なり、髪を剃りまた髪を剃る、これ真の出家事なりという言葉、これやっぱり道元禅師の言葉美しいね、私の詩よりその髪を剃りまた髪を剃りと、我々生きてる限りね、髪の毛はどうせこうね剃っていても伸びてくる、それを剃るまた剃る、それでねいつも出家時でいることができるんだ。それと同じんだ、我々その髪を剃りまた髪を剃るっていうね、これ修行の千万発です。ただだから悟りっていうのをそんな既成概念にしてその向こう側に置いちゃダメだ。生きた悟りっていうのは生き生きしてんだから、
だから髪を剃りまた髪を剃るっていうところで本当のね生きた悟りもあるんです。だから修行が悟りだとこう悟ることだ。修行が悟りだっていうのも私の言葉じゃない、これ沢木老師がいつも言ってる言葉だ。だから悟りとは修行が悟りだと悟ることと、これ沢木老師の言葉です。いや私の言葉って言うとあんまり権威がないから沢木老師持ち出して言ったりする。だから決してね信心脱落って言って向こう側の境界でない、かえって今ここ座禅が座禅そのものが悟りだっていう、それで座禅するんです。要するに私が悟るんじゃないんだ、座禅が悟ってんだ。これは ZZ の線とこれは悟ってんだ。私が座禅するとこういうふうになる。それで、だから稲葉の源座さんって信州の人はいるね、あの人の話も時々ここでするけれど、稲葉の源座さんがそのお念仏の話聞いて、そしてその挙句にそのあれだな坊さんが、みんなその極楽へ行けると思うもの手を挙げてみろって言ったんだよね。そうしたら誰もね、俺がごあの極楽行くっていうね、そういうこう自信もないから、でみんな手を挙げなかった。ほら稲葉の源座さんだけはいって手を挙げたって。それからそれじゃあみんな源座さん除いてみんなはみんな地獄へ落っこちんのかって言ったら、そしたらみんな今ありがたいお説教を聞いた挙句だからね、地獄へも行きそう行くような気もしない。それで黙ってその手挙げない。ところが稲葉の源座さんだけがはい手挙げたっちゅうの。そしてその挙句に源座さんの言う言葉がいいじゃない、救うは弥陀の役目、おつるは我が役目。もう決まってんだ、俺自身としてはもうどうせその地獄行きなんだ。だけれど お念仏阿弥陀さんはもう救ってくれるに決まってる。それは本当ですよ。今我々も俺はおつる役目どうせそう決まってんだ、俺が偉くなって俺が悟り開いて俺が偉くなったってそんなことはないんだ。俺が偉くなるっていうのが背骨なんだから。ところがみんな欲しい悟りはねあれなんだね、借金取りでも来たときにカッそれで借金取りお世話にいらせて追い払った、どんなもんだ俺は悟ってるはばかりながら座禅のしたためで悟ってっから借金取りだって寄せつけそういうような悟りみんな望んでんだね。それは沢木老師も言ったけど悪魔が通力得たような悟りだ、人間の我が偉くなったんだ。今仏法の話は人間の我の話じゃないんだ、無我、俺の話じゃない、だから個人プレイじゃない。で私はどうせ落ちるんだけれど座禅そのものは悟ってる、頭手放したところもう絶対的に、さっきの大くつまの話だ、大くつまみたいな100人も99人も殺した人間でも今その道に入ったって言った時にもうその滞在も全部ご破産になる。だから決して、その悟り中の、概念的な実在として向こう側へ置いちゃいけない、向こう側の境界と思ったら大違いで、で、いや本当にね今悟ったらもう煩悩は起こらなくなったっていう、そのくらいに考えてる人がいるから
計なとね。いやそんなことないもの悟ってその煩悩を起こしてってね言う人たくさんいるんだから。で事実ね、我々悟ることも迷うこともできなくなったっていう悟りじゃちょっと不便じゃないかと思うね。要するに、うん、俺全くねその迷ったあの煩悩妄想っていうのを持ったことがないもん。一切修行の煩悩妄想っていうのは何だかわからないっていう、そんなんじゃちょっと人間として役に立たないんだな。じゃああの私の姉弟子っていうのかな、あれだけどその、うん、この人は本当に色気と関係なしにずっと一生来たもんね。ちっちゃい時から尼さんになってそれでずっと関係なしに来た。ところがその、二層さんに弟子がいて、この二層さんの弟子が、うん、あの恋をしたもん。こうやってそしてだから安住さんに向かって私が私は恋をしましたっていう話相談したんだね。へこんな恋こんな決体のことをね私は知らんわそれじゃこのちょっと救われないとかじゃない。それに対して私の弟子見てみたら私の弟子が何か問題あるとすぐベンチコーチしてやるそのぐらいこっちはそっちの方のベテランだからでね、要するに悟りと迷いとそう引き離しちゃいけない。で悟りと迷いと悟りを迷いを捨てて悟りってこうじゃなくて、悟りも迷いも一目で見ているのもね、西安禅師の経歴の中どっかに書いてあったね、悟りも迷いもベーッとベーッと一目で見てるとこって書いてあったのは、私経歴読んだ時は面白い言葉だなと思って読んだけど、このベーッとこの天井がみんなを見てるみたいにベーッと一目で見てる、悟りも迷いもね、そういうところが大切なんだ。でそこへ座ろうと。で要するに頭手放しして、この発心をする、この千万発する、それが難しいっていう人はその事実座禅してみたらよく分かる。座禅して頭手放しにすればもう落っこちる。で結局ねそういう座禅をやって、座禅からこう 見直すっていうことは、そうすると日常生活でもねいろいろなんだかんだって頭こうあれするじゃない、悩みがあるじゃない。しかしながらね、悩みってのもね要するに頭の分泌物だなって、分泌物として見直すことができるね。これはそういう座りがあるないとは言えない、確かに。でつまり生命の実物地盤からいつも見直すことね。だから即身是仏とはまさに発心主要五大涅槃の諸仏内ってこういうんですね。要するにそういう我々発心修行菩提涅槃するっていうね、生命力はみんな持ってんだから、これを仏性とも言うけど、そういう生命力は事実我々持ってんだね。実物に変える、これは実物が来いよ来いよってこう招いてんだから。これ真宗で言うとね、安泰寺のそばに剣豪院っていうのがあるけど、行けよ釈迦来いよ弥陀っていうのがこう門のところに書いてあるね。お釈迦さんはお釈迦さんはその、極楽浄土へ行けよ行けよって、阿弥陀さんは来いよ来いよって言ってる。それと同じようにね、我々生命の実物に戻りゃ戻れる、そしてその頭手放しすら落っこちるって、これは実物がある、実物の引力があるから落っこちるんだ。
で真宗じゃこれ、召喚の勅命っていうじゃない、この来いよ来いよっていうね、招き寄せる召喚、それの勅命っていうのはそのお天使さんの勅だ、あの全く絶対的な命令だ、そのまんまに我々生命力として実物に変える、それが行です。だから決して難しいことじゃない、座禅は安楽の訪問というのはそれなんです。それを一生懸命俺が門の門をこうやって握ってるじゃん、これはそれこそ自力根性で、それで疲れる。で今あれですね、まあもう一つそこに書いてある、さらに馬なし猿なしっていうところから、まあそういう今深淵の話になっちゃったんだけど、その次の椅子ホッホッス神は椅子ホッスのみなり、さらに竹なし木なし、これはまあ地蔵形神と現社の問いの中に、三が有神何時その三かえす神椅子を指して、いわく和尚呼んで何とかなす、社いわく椅子と、神いわく和尚三外余心を得せ、社いわく我社号を呼んで畜牧となす、何時呼んで何とかなす、神いわく暴行もまだ呼んで畜牧となす、社いわく人大地一個の仏法を得するの人を求むのに不可得ないと、こういう、の則があって、そこからまあ椅子からまた発すっていうのが出てきた話です。格のごとくなるがゆえに即身是仏、不善な即身是仏なり、要するに実物不善なっていうのは取捨のしようがない、取捨って取ったり捨てたりするし、しようのない、あるいは趣向せずっていう不趣向っていうことで、どこへも行きようがない、つまり実物そのままっていうのは不善なだ。で即身是仏、すなわち、不善な即身是仏なり、諸仏不善な諸仏なり、しかあればすなわち即身是仏とは発心修行菩提涅槃の諸仏なり、いまだ発心修行菩提涅槃をせざるは即身是仏にあらず。でたとえ一刹那に発心修行修行するも即身是仏なり、今そうです、今ここでもって一刹那パッと手放ししたと、これ即身是仏だね。たとえ一国民中に発心主張するも即身是仏だ、一国民ってほんのもう小さい、それじゃちょっとその手放しするそれでもう即身是仏、たとえ無量号に発心主張するも即身是仏なり、これその発心の千万発するってこれ一生、あるいは用語に無料語に発心主張する、その姿勢だ、それも即身是仏、たとえ一年中に発心主張するも即身是仏なり、たとえ半権利に発心主張するも即身是仏なり、これまあ繰り返して繰り返しちょっとでも手放ししたときにパッと一切がご破産になるという、その道理だね。しかあるを調合に修行差仏するは即身是仏にあらず、というは即身是仏を未だ見ざるない、即身是仏っていうから即の字があるから即席ね、インスタントだと思ってこんな時間かけてっていうの、そんな風に考えてるやつは全く即身是仏知らない、一生の姿勢ですよ、この一生の姿勢、この宗教っていうのはね、一つの態度姿勢っていうもんだと思う、つまりね我々いろんな
その罪を犯すね、罪を犯すってのはマイナスアルファだ。このマイナスアルファに対してこの宗教の世界はこれにゼロをかける、ここにはゼロになっちゃう。つまりね、これは頭手放しってなった時にそのもうゼロに変わる。それからマイナスアルファに対してマイナス1をかけるとこれプラスアルファになっちゃう、プラスアルファになる。こういう道理があるんだ事実。それでいや、このシャバでもっていろんなね、その汚れてきた人、罪もたくさん犯して、それからいろんな悪いこともしてきているような人が宗教に入って本当に出直すと押すと、それがプラスになるのね。やっぱりその世の中のその曲折っていうか、そういうひだの細かいところまで心得ていると、そういうのを生き生きと生かすところがある。それからそれでマイナス1だけじゃない、このマイナスアルファにマイナスベータをかけると、そうするとプラスアルファベータっていう、そういう道理がある。このマイナスベータってこれちょっとしたあれ、その失敗ね、これもそのいかに生かすかっていう、そういう態度。そうするとすごいちょっとした失敗が膨大なそのリアルになってよみがえるっていうことがあるわけだね。これ私それ感じるのは、その天蔵、私天蔵やってた、50過ぎまで天蔵やってたんだからね、30に坊主になって50過ぎまでその飯炊きやってた。その間に私は道元禅師の天蔵教訓を一生懸命その味わってた。ところがだから25年もその天蔵教訓を味わったわけだけど、天蔵教訓を味わってみて、この道元禅師っていう人はどういう人かってつくづく思ったね。道元禅師が天蔵教訓を書かれたのあれだ、確か30代じゃないんですか、30代だと思う。それでいてね、我々が一生味わっても味わい尽くせない本を書いてるってことね。で、道元禅師天蔵で飯炊きしたっていう話の聞いたことないね。それはしたこともあるだろうけれど、その道元禅師は専門として天蔵の役になって、ね、勤めたことない、どうせ貴族の出身なんだから、やっぱり坊主になってからだってそんなにその台所に回されやしなかったんだと思うよ。それでもわずかなその経験、それでどうせ道元禅師も初め貴族の出身の道元禅師が召し上げしたとしたら、私だって五色七色炊きしたんだからね、一つの釜の中でもってその下は焦げついてるわ、中は根っこ飯、上はおかゆっていうのはね、炊き方やってあれして七色炊きってね言われたけれど、道元禅師ものそういう七色炊きやったことあるに違いないけれど、でも天蔵っていうの役を本気になってやった方じゃないと。それなのに天蔵の何から何までのこの曲折をね、本当によく書いた、行き届いて書いた。それで私だから天蔵を25年も味わってみて、つくづく道元禅師っていう人は素晴らしい宗教的天才なんだなって思わざるを得なかった。いや、道元禅師も去りながら親鸞上人でもマイナスアルファって、俺はその煩悩具足の
ああやって言って悪人っつってね、いつも書いてるけど、あの親鸞聖人のそのわ我は在業人獣って言うけれど、それを本そうすると親鸞聖人は俺はやっぱり在業人獣なんだなと思ってたら大違いだと思うよ。それはほんのわずかなね、ちょっと罪を犯しただけでも親鸞聖人の場合これマイナスベータの方が大きかったから、プラスアルファベータが大きいじゃん。道元禅師でも親鸞聖人でもああいう方たちはその宗教的態度、そこに素晴らしいマイナスアルファ、マイナスアルファに対してマイナスベータかけてると思う。で今ね、だから本当に今ここをどう生きるかっていうその態度そのもの、宗教の世界ぐらっとひっくり返る。だから働く働けって言って働いても何のためって、俺の金儲けのためって、俺は精進にならない。今だから精進という限り無所得の上昇人でなくちゃいけないと。これ無所得っていうのはただ態度ですよ。で今大切なのは即身是仏って、発心修行菩提涅槃をするっていうその態度ですね。で即身是仏を開演する少子を見ざるないと、のこの即身是仏っていう、だから要望に発心修行菩提涅槃をするっていうそういう態度そのもの、いわゆる諸仏とはしゃがむに仏なり、この、諸仏っていうのは具体的人間としてのお釈迦さん、お釈迦さんが悟って初めね、一心一切法一切法一心っていうそういうような生命の実物が明らかになったんだ。要するにお釈迦さんが悟られた時、我と大地宇宙非常同時浄土三千草木ことごとく皆成仏っていうねって言われたっていうけど、結局これ自分と一切の世界と一心と一切法とそれぐるみが生命の実物だって悟られたのがお釈迦さんだ。それ以来初めてそれがはっきりした。それで我々本当に修行するっていうのはそのお釈迦さん、具体的なお釈迦さんなら、過去現在未来の諸仏共に仏となるときは必ず釈迦牟尼仏となる、そういう具体的な発心修行菩提涅槃をね実際にやる、それが即身是仏なりということね。まあ、この次には諸悪末作の巻、その次に諸悪末作宇治の巻をやるつもりです。修行無変性安堵、煩悩無人性安断、法門無量性安学。